はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、サムライ2948です。いつも YouTube のチャンネル登録、スーパーサンクス、Discord への参加などなど本当いろいろありがとうございます。今回もですね、皆さんが非常に、得をするような情報をたくさんお届けしたいと思っておりますので、ぜひね最初から最後までご覧ください。じゃあやっていきましょう。で大まかに分けてですね、まあ9月のイベントと、あとグラムの復刻と、あとね新しく実装されたスコアボードの景品ですね、その辺についてお話ししていこうと思います。で私がですね今回のスコアボードで皆さんにねまずお伝えしたいのは、報酬がですね非常にいいものが1つ2つあるのでね、その話をしておきたいと思います。ぜひねこれはね最速で入手していただきたいです。はい、で何かと言いますと、まずこちらランク61ですね、ランク61のサバイバルテント、こちらの効果が非常にいいのでですね、ちょっと解説していきたいと思います。でここから先はですね、私のフレンドさんの、ところでね撮らせていただいた映像をちょっとご覧いただきたいんですけども、まずですねこのサバイバルテント何がいいかっていうと、こんな感じでですね、まず、料理ができる、クラフトステーションがね、設置してあります。で続いてですね、もう一個すごいのは武器の作業台もついてるんですね。これだけですごいですよね。2つクラフト作業台がついてるっていうこの時点ですごい。なのでまあ非常にね、使い勝手がいいというお話です。で何でねそんなにこれ2つついてるといいかっていうと、よくねテントにあるのは料理の方だけついてるのは結構あるんですけど、料理できるやつって武器とかを解体できないんですね。武器防具の解体ができない。でスクラップボックスも多分できなかったと思うんで、どうしてもですねそのいらない、例えばアサルトライフルのね伝説じゃないやつとか、ああいうやつを分解するのにはねどうしても、まあ、武器系の作業台とか何らかのね、まあ、料理とかね作業それ以来以外の作業台が必要なんですけど、このテントには最初からそれが備え付けてあるっていうね、そこが非常に素晴らしいと。はい、であとこちらですね、収納箱と、あとねもう一つスクラップボックス、まあ、ジャンクボックスですね、こちらもついてると。はい、でさらにもう一つ、なんとね弾薬保管ボックスもついてると。この3つがねついてるってテント初めてなので、ぜひねこれ入手していただけたらねいいかなと思います。はい、ちなみにこれ以外の機能はね、まあ、特にはないんですけど、まあ、ベッドがついてるかなぐらいなんですけど、あとはねもう一個まあ特徴的なのは、実はこのねテント上に乗ることができます。こんな感じね、こんな感じで乗ることができますので、実はね安全地帯として使うこともできます。まあ、ただジェットパックがないとかなり登りにくい場所ではあるので、まあ、その辺はですね、まあ装備品と相談していただければねいいかなと思います。はい、有袋類だけだとねちょっと厳しいかもしれないです。私はちょっと乗れなかったですね。私はちょっと近場のね岩場あたりからジャンプしました。はい、まあ大体そんな感じです。で続いてもう一個すごいのはですね、ランク90で手に入る軍用クライオフリーザーですね、右側のやつで、どの辺かと申しますと、ここですね、ここ。よいしょ。で、これね、何がすごいかっていうと、これもね、新しく出たシステムっていうかな、効果なんですけど、なんとね、腐敗速度をゼロにすることができます。つまり、どういうことかっていうと、飲食物が腐らなくなります。これ、すごく大きなことで、このゲームってですね、コンディションが非常に少ないアイテムとか、すごく腐りやすい、ね、まあ、食品とか、アイテム結構あるんですけど、それが全部腐らなくなるということで非常におすすめかなと思いました。私であればですねこの中にクランベリーレリッシュをね大量に入れておきたいですね。これレベル上げのお供なんですけど、クランベリーレリッシュ、まあ、経験値めちゃくちゃ上がるんですけど、これ何にもないね素の状態で 20% ぐらい上がるんですけど、まあこういったものです。はい、ぜひ、これをね大量に置いていただければ、いつでもレベル上げを最高の状態でやり放題なので、ぜひね、今お伝えした、ランク61のテントと、ランク90の冷凍庫。この2つはぜひね、ぜひというか絶対ですね、そのぐらい重要性高いアイテムだと思うので、次ね、これ逃したらいつ来るかわかんないので、ぜひ入手していただけたらね、いいかなと思います。で、次はですね、グラムさんのお話をしましょう。で、グラムのミートクックが、復刻します。で、期間はですね、8月30日の午前1時から9月13日の午前1時までですね。まあ、実際はイベントが多分ね、13日の午前1時だと終わっちゃうんで、13日の、午前0時ですかね、12日の24時ぐらいが厳密に言えば、まあ、ラストかなっていう気はするんですが、まあ、そんな感じです。で、なんでだよってね、思った方いると思います。
グラムのねミートクックなんか今まで死ぬほど復刻されてるでしょと、まあ、そうなんですが、実はね今回珍しく新アイテムが追加されるそうです。はい。で加えてですね、最近グラムさんに普通の話しかけた時のトレードで新しいアイテムがですね、カラーのミラーボールとか、あと特殊ななんかトランクみたいなテーブルみたいなやつだったかな、なんかねそんなものを新しく最近発売するようになってるので、割とねここ2ヶ月ぐらいの話なんですけど、まあ、そんな風にいろんなアイテムが追加されてるし、プラスグラムのミートクックのイベント報酬も追加されてるということで、これはね、まあ、ぜひ参加して入手していただければいいかなと思います。これ初心者さんでも平等にですね、ランダムで手に入れることができますので、グラムのミートクックね、イベント期間になったらまたやっていただければねいいかなと思います。まあこんな感じでですね、まあこの辺で行われるんですけど、初心者さんはねもうよく分かんなかったらとりあえずね、なんか毎時0分ぐらいに多分この辺かな、この辺でねなんかイベント起きるんで、そこに行ってください。行ってまあ適当に過ごしてください。はい。よく分かんなければね、もうよく分かんなければそれでいいです。で分かる方はねちゃんとクリアしていただければいいかなと思います。はい。で続いて9月のねイベントのお話をちょっとしましょう。まあこんな感じですね。まあダブル変異がまあすでに始まってないけど、始まってますね。始まっておりまして、それがね29日ぐらいまで行われるのかな。全部ねプラス1日の午前1時と考えてください。まあ右上の方に書いてありますね。翌日付け1時 JST までって書いてあるんですけど、JST ってジャパンスタンダードタイムです。なので日本標準に合わせて時差を考えると、午前1時にね、翌日付の全部午前1時にして考えると、全部下のね日付が正しく読み取れますよって話です。だからダブル変異で言うと、一番上のダブル変異で言うと8月25日の午前1時から8月29日の午前1時までですね。はい。で、ミートウィークも2週間ぐらいですかね、復刻して、その2段目ですね、9月13日ぐらいまで行われて、で上から3つ目、少々プラスイベントが9月1日から9月5日ですかね、行われるという感じ。まあこの時までに伝説アイテムいっぱい集めておいてよって話なんですが、まあ、これはねミートウィークが来るとよくある話です。ミートウィークで伝説装備たくさん集めて、でその行き場のなくなったやつをこう少々プラスイベントで少しね溶かしてねっていう感じで、はい。まあ、毎回なんかこんな感じだった気がします。ファスナハットもなんか似たような感じだった気がするんですが、まあ私の気のせいかもしれませんけどね。まあ、とりあえず少々プラスイベントはそんな感じで、なんかイベントでね増えてしまって収納箱圧迫してる伝説をボコボコ入れていただければいいかなと思います。で一番下ですね、最後レジェンダリーセールとか来てるんですが、まあ、レジェンダリーセールでレジェンダリーモジュールが安くなることないので、はっきり言ってレジェンダリーセールは、まあ、初心者さん以外は完全無視でいいと思います。はい。何の役にも立たないですね。はい。中級者さん以上は何の役にも立たないイベントなので無視で、まあ、ダブル変異で、まあ、若干楽しんでいただければいいかなぐらいです。まあ、そんなにでもいいもんでもないかな。はい。なので個人的にはですね、9月12日まではとりあえずミートウィーク死ぬほどやっていただければいいかなと思います。はい。で特にプライマルカッツっていうですね、グラムのミートクックと同時に発動するイベントがあるんですけど、イベントっていうか、まあ、追加される、まあ、復刻されるイベント、プライマルカッツっていうのがあるんですけど、それねめちゃくちゃ光ファイバーとか集めやすいんで、ぜひやっていただければねいいかなと思います。まあ、この辺でね光ファイバー腐るほど集まるんですけど、はい、他にもいろいろ素材がね集め放題みたいなのがミートウィークなので、ぜひね、まあ、実はここだけのイベントだけじゃなくて他にも美味しいこといっぱいあるので、ぜひ、やっていただけたらねいいかなと思います。じゃあ今回の動画ねこれで以上となります。なんか寄付箱も実装されましたね。変なものいっぱい入ってますけどはい、めっちゃ入ってるね、面白いね。はい。じゃあ今回の動画ねこれで以上となります。またよければねぜひ、YouTube チャンネル登録とか Discord への参加とかねお願いいたします。ではではお疲れ様でした。サムライ2948でした。